ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。先日ソニーから携帯型ゲーム機のプレイステーションビータの出荷が完了したという発表がありました。要はどういうことかというと、もう今後はプレイステーションビータは作らず、在庫がなくなり次第買えなくなるということを意味しています。そこで今回は現時点でのプレイステーションビータの販売状況、それから価格などについてご紹介したいと思います。今画面に表示しているのが Amazon のプレイステーションビータ販売ページとなります。現在でも問題なく購入できるようにはなりますが、在庫は少なめになっています。そして価格についてですが、現時点での販売価格は 23,700 円となります。この価格が高いのかそれとも安いのかということですが、当初の価格を考えると価格はかなり値上がりしています。これまでの価格推移のグラフが次のようになります。昨年から今年1月頃にかけてずっと1万円台後半、その期間の価格は約1万9000円でした。そこからどんどん値上がりしていき、現在は2万円を超えて2万3500円となっています。今後どんどんプレイステーションビータの在庫がなくなってくるにつれて入手しづらくなりますので、転売で儲けようとする業者も出てきて、どんどん価格は高騰していくかと思います。少なくとも現時点では当初の価格から4000円程度アップしただけですので、今ならなんとか買える価格になっているかと思います。先ほどもご紹介しましたが、このまま在庫がなくなっていくと価格はどんどん上がっていってしまいますので、もしプレイステーションビータで何かゲームをプレイしたいと思っている方いましたら、今のうちに購入していくことをお勧めします。ということで、今回は出荷完了が発表されたソニーのプレイステーションビータの現在の販売状況をご紹介しました。なお、この動画の概要欄には現在 Amazon で販売されているプレイステーションビータ販売ページのリンクを貼っておきます。最新の価格や在庫状況など気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。